猫助くん、何時に寝たん？ここはニコニコ園。朝から子供たちは元気いっぱいです。わあ、いろんな子供たちが遊んでるね。あれ、猫助くんはどうしたのかな。この頃、猫助くんは朝園に遅れてくることが多いのです。それになんだか元気がありません。あ、うさちゃんが猫助くんを見つけたみたい。猫助くんが遊ぼうとしないので、カバコ先生は心配です。そこへうさちゃんがやってきました。猫助くん、遊ぼ。車で遊ぶ？それとも積み木？ママごとはどう？もう何がしたいん？うさちゃんが少し怒って言いました。あのね、おもちゃは全部誰かが使ってるし、なんか遊びとないねん。ほんなら猫助くん、もっと早う絵に来たらええねん。そしたらどのおもちゃも使えるで。うさちゃんが言うと、はよどうしたら僕はよ来れるんかな。スポーツカーに乗ってこようかな。新幹線、それとも飛行機。そうそう、早い乗り物。ちゃうねん、はよ起きたらええねん。うさちゃんは猫助くんのことが心配になりました。猫助くん、今日何時に起きたん？9時。9時？それやったら猫助くんよなと、猫助くんやん。朝ごはんは食べたん？食べる時間なかった。じゃあ昨日は何時に寝たん？11時ぐらいかな。11時。なんでそんな寝るも遅いん？寝るまで何してたん？びっくりやわ。ご飯食べて、お風呂に入って、同じやん。それからテレビ見てた。その後おやつ食べて、ゲームして、スマートフォンで遊んでた。寝る前にゲームなんかしたらあかんやん。うさちゃんはびっくりしてしまいました。ゲームはしたらあかんの？ゲームやスマートフォンを見たら寝にくうなるねん。猫助くん、しっかり寝んとな。なんかしんどかったり、風邪ひいたり、お友達と喧嘩になったり、困ったことがいっぱい起きるねんで。今日僕が遊びとないのもそうなんかな。多分そうやで。寝んと病気になってしまうで。でもしっかり寝たら大丈夫。猫助くん、明日は朝早起きて一緒に遊ぼう。だから今日は早寝てね。わかった、やってみる。猫助くん、うまいこと言ったんかな。なんかうまいこと言ったみたいな感じや。カバコ先生、おはようございます。まあ猫助くん、おはようございます。今日はとてもいいお顔できましたね。猫助くんは朝からワクワクしています。うさちゃん、おはよう。鬼ごっこしよう。それから砂場で遊ぼう。ニコニコ園の子どもたちは今日も元気いっぱいです。ニコニコ園の楽しい一日が始まります。おしまい。この絵本は三池照久さんや木田哲夫さん、伊藤桃代さん、絵を描いた斉藤忍さん、それからたくさんの人の力を合わせてできた絵本です。